はい、皆さんこんにちは、ハムです。前回のね、こういうクリスマスネイルのサンプル作りの続きをやっていきたいと思います。で、今回先にお見本がないんですけど、今から作っていこうと思います。スタンダードなクリスマスツリーを作っていこうと思います。今回ベースカラーはトリネさんの SH26 というこういったお色を使っていきたいと思います。はい、一度塗り目硬化します。はい、二度塗り目これで硬化します。はい、そしたらですね、大体のねツリーの下地というんですかね、輪郭みたいなのを描いていきたいんですけども、こちらはストーリーさんの 128G というお色で、こういうラメのカラーになっております。このストーリーさんのこのジェルシリーズでね、3色ぐらいゴールドとシャンパンとシルバーとあるんですけど、これシャンパンのお色味です。めちゃめちゃ密度のね細かいラメのジェルになってて、このジェルでね先端ラメラインとか、あとガラスフレンチの下地とか作るとめちゃくちゃ綺麗なので、こちらのジェルね持っておくとすごく重宝すると思います。じゃあラメで大体のラインを描いていきたいんですが、お星様が乗りますのでこんな感じかな。こんな感じ。これで一旦硬化したいと思います。はい、そしたらクリアジェルをのせて、たくさんストーンをのせてツリーをね作っていきたいと思います。ツリーの先っちょに星をのせたいんですけど、私はいつもねシャレドアで買ってます。3ミリのスターと4ミリのスター。ゴールドと一応シルバーがあるんですけど、今回はねサンプルなので大きい方のお星様を使っていきます。なぜかというと、このサンプルチップ結構大きめなんですよ。私爪結構長いし大きい方なので、お客様のお爪もう少しね小さい方が多くて、こっちのちっちゃい方はねお客様に多分使うことが多いので、サンプルは大きい方でちょっとね存在感を出して遠くからでもねよく見えるようにしていきたいと思います。こんな感じ、もうすでに可愛い。はい、じゃあ乗せていきます。メインはパールを使っていきたいので、パールを乗せていきます。ちょっと大きめのねパールをどんどんどんと乗せていきます。もう一つはベージュのパールを入れていきたいと思います。かわいい。どうです？なんかもうかわいいですよね。これにラインストーンを入れようか迷うな。オーロラのストーンを入れていきましょうかね。これ入れる
とでもちょっとギラギラしくなっちゃうかな。どうだろう、いけそうですね。このちっちゃなブリオンを入れていきたいと思います。今回はねシルバーのブリオンを入れようかな。ゴールド入れても可愛いんですけどね。このねブリオンは鉄なのでピンセットで取るとねすごいいっぱいくっついてくるんですよね。はい、どうでしょうか。こんな感じです。なんかねめっちゃ綺麗になってなくても大丈夫。ちょっと下のキラキラが見えちゃうとかそんなんでも全然可愛いと思います。ちょっと調節してこんな感じになりました。これで硬化します。でこちらもねパールを使ってますのでお客様のお爪の時はこのアイシングジェルでねパールをコーティングしてから、トップコートかけてあげてください。そうするとねパールの先端が剥げず1ヶ月後もね綺麗に戻ってきてくれますので。今回はサンプルなのでそのままトップコートしてしまいます。大きなお星様使ってるので、角ね立たないようにしっかり埋め込んでいきます。あと気泡ですね、気泡入らないように。レベリング待ちます。やっぱりね星のところね角出ちゃうのでちょっと足します。こういう大きい星とか平たいものをお客様の爪につけるときはちょっと固めのジェルでギュッと星を押し付けるようにお爪にのせてあげると、あの後でね隙間埋めるとかがちょっと楽になると思います。もうワンパターン作りたいのでもう一個作りますね。はい、先ほどと同じベースカラーで、2度塗りしてきました。次はねこれ根元からツリーが始まってるんですけど、もう一種類はねこっちのタイプ、あの木の足が見えてるタイプも作ってみたいと思います。ジェルはさっきとね同じジェル、ストーリーさんのジェル使ってます。三角っていうねものすごくシンプルなものを描くだけでもすごく難しいっていうね。ちょっと実際にはこうやってお客様の爪をね動かすっていうのは難しいかもしれないですが、こんな感じのツリーを次は作っていきたいと思います。硬化します。さっき言ってたねちょっと硬いジェルでむにゅっと星をつけてみましょうか。
ちは、小さい方のお星様、3ミリの方のお星様を乗せていきます。このね、星のパーツを一つ乗せるのもすごく難しいし、実際にね、お客様の爪に乗せる時って引っかかりが出ないように、傾かないように、やっぱりお爪ってカーブがあるものですし、一人一人ね、そういうカーブとかも違うものなので、なんかその辺が難しさではありますよね。はい、これで硬化します。で、気泡が入らないようにすることなんですけど、こういうね、高さのあるもので隙間が空いてるところっていうのは気泡がね、できやすいので、一旦ここに柔らかめのジェルをさっと落とします。で、こう引くとかじゃなくて立って落とすだけね。で、その部分はもうなるべく触らない、もう表面張力だけで中に入ってってほしいので、周りのね、高さだけは潰していきますが、この星のところはなるべくね、触らない、通過しないっていうのが気泡ができにくくなるジェルの置き方だと思うので、ちょっとね、気泡入って悩んでる方はやってみてください。通過せず落とすだけで、ちょっと少しマシになると思います。先ほどのね、ベージュのパールを置いていきます。ちょっとさっきより置くスペースがとってもちっちゃいので、大きさはね、なるべく小さいものを置いていくようにしています。今回はパールだけでいっちゃおうかな。かわいいですね。これでまた、あれを置いていきます。ブリオンを。で、今回はゴールドのブリオンを置いていきますね。3箇所ぐらいブリオンを置きました。これで硬化したいと思います。ちょっとあれだったかな、下がこうやって見た時に下がちょっとバランス悪いなと思ったので、開きすぎてますよね。下に1本ラインを入れたいと思います。こんな感じ。はい、硬化します。はい、トップコートしていきます。はい、今回はこんな感じで2つ出来上がりました。はい、まだまだどんどんね、クリスマスバージョン作っていきますので、また次の動画も楽しみにお待ちいただけたらと思います。いつもコメントをくださる皆さん、本当にありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価も忘れずに押していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。